見てこい。え？スズメ可愛いよ。どこ？どこった？可愛いスズメおった。ねえ、8時。結構時間ある？うん、10分ぐらいか。あるね。うん。だいぶあるね。寒いな。寒い。ね。めちゃくちゃ寒い。なんか、やっぱこの、ラグビー思い出さない？これ朝練、ラグビーの朝練。え、この寒さ？寒さ。確かにね、思い出すね。やってたな、うん、朝練ね。朝練行って。誰よりも早く、うん、お前はさ、練習来てさ、うん、誰よりも遅く、うん、残って練習して。一人で練習してね。補欠やったもんな。かわいそう。かわいそう。学生時代の俺。人の2倍やって補欠やったから、ね、うん、おらやろ、あんまりこんな報われんやついるかと思ってたもんな、うん、めちゃくちゃ不器用やからね。あんな練習してたのに、うん、普通にキャッチボールもできんかったもんな、うん、できない。もうほんと運動んちやから俺は、うん、ちょっと嫌な気分になってきたわ当時の思い出した、補欠の感じ思い出した、うん、よかったね。いや、芸人やれて。いや、まあね、まあ芸人でもだいぶ、まあ、不器用、不器用でうまいこといかんことだったけどね。うーんM1 の季節やな、もう寒いから。この寒さはもうそうよ。もう11月12月、ね、進出者見た？見たよ、そりゃもちろん。あ、すごいよね。すごい。あ、いや、やっぱね、誰近場がね、一番誰？え、俺2組いるけど、一番誰なの、衝撃やったの。いや、そらね、まあまだ準決勝進出者の段階やけどさ、うん、やっぱダイヤモンドとか、ね、ああ、やっぱり、やっぱそこよね、影山さんとか、ああ、その2組、うん、いや、すごいよ、刺激受けるよ、本当にね。うん、頑張ろうぜ、オタ。あ、もういらん、その頑張ろう、やめてくれ、そのやる気ある、お前この賞レースの季節、熱くなるのやる気あんのか。やるから頑張ってこうぜ、本当に。やってんの、負けてられんやろ、ダイヤモンドまで。普段からやってんのよ、俺はもう。頑張ろうよ。どうす、ネタ合わせする？もうせんって、もバス来るまで。もう行っても、本当に、本当スカンスの熱くなるやつ。でも俺のこの熱さのおかげって言ったらあれやけどさ。いや、まあまあね、このそれはあるよ。もうやらないかみたいな、主催ライブ、もうめっちゃネタ作っていかないかみたいな、俺のこのさ、変な熱さ、うん、毎月5本新ネタライブやろうみたいなそのおかげもあってみたいな。いや、それもちろんあるよ。キングオブコント決勝行けたってのもあるやろ。いや、それはもう絶対あるよ、うん、それはあるやろ。いや、もう俺煙たがらんでよ、この俺のこの汗さを。やりすぎる、受け止めてくれよ。やりすぎるのよ、もう。え、それが好かんのよ。いや、いい温度で保ってほしい。でも、だいぶマシになったやろ。昔はね。昔はさ、こういう M1 とかでこう進出者発表されたら、うん、本当にもう俺らも頑張らないかんやろとか急にやつなって。もう目がやばかったもん。当たり前やろ、お前。急に。なんか大田がサボってたわけでもないのに。いや、そう。普通、俺は普通なのに、うん、お前やる気ねえやろ。マジ腹取ったわ、あれ。ちょっとやる気あんのかみたいな。お前だけ勝手に上がってるだけのくせに。でも、どう、あの、キングオブコント終わってさ、俺さ、うん、終わった後にさ、親からさ、うん、ああ、来た、あの、LINE とか来るやん、うん、家族とか、うん、で、うちの親のさ、うん、LINE なんやけどさ、うん、うん、あの、まっちゃんが95点つけてくれてよかったね。おうおう、よかったよ、うん、でも、5分間のキスは長かったね、うん、次の課題は中身の展開やね。うるせえ。課題とか言って。うん、うん、うん。あと、なんかいろんな意見を謙虚に聞いて肥やしにしてください。うん、10組のコント見たらいろいろわかるよね。13年やってきてんだから。言われなくてもって、母親から LINE 入ってんの。みつこさんっぽいわ。俺の母ちゃん、うん。なんかあんまりさ、その、うん、お気に召さんかったみたいな。俺の親とか親族は。うん、でもうちも、うん、うちも来てたわ、母ちゃんから、うん、お疲れ様、うん、ファイナルまで行けたんだから、うん、そこからの場所忘れないで来年また挑戦すればいいじゃない、う
それには繰り返しの芸じゃなくてドラマのある笑いネタを作ることやね。優勝者のビデオ100回見たら分かるんじゃない。自分たちと何が違うか。一緒やねちねち同じこと言ってくるな。同じこでもなんかやっぱちょっとなんか確かにそう思ってくるよな。でも言ってることちょっと正しいのかなって思ってくるな。でもうちょっと褒めてよ。いやせっかく決勝行ったんやから。でもね、お姉ちゃんは優しいのよな。この後姉ちゃんは犬のネタ面白かったよ、うん、松本さんが95点もつけてくれてよかったわ、うん、これからも犬らしさが知れ渡るといいね、頑張って。いやめちゃくちゃ優しい。フォローしてくれんのよ、うん、嬉しいね。姉ちゃんはねもうずっとこうライブ来てくれてたから、もう東京住んでた時あって。今はもうあれやけど、あ来てくれてたね、よく来てくれて、うん、なんか、まあ、めっちゃ滑ってるのを見てるしさ、うんうん、めっちゃウケてるのをちゃんと見てるから全部見てきてるからね。全部見てきてくるから、ね、さんと犬の良さっていうのを分かってくれてるから、うん、優しいよな。大谷顔そっくりな姉ちゃん。そっくりな姉ちゃん。ヒロミ姉ちゃん。全くうり二つ。お姉ちゃんの娘が生まれたんやけど、うん、娘もそっくり。大田と俺とそっくり。親父のなんかこの顔、みんなこの顔やもんね。親父の系譜、うん、うん、ヒゲあるかないかみたいな感じやもんね。そうそうそう、うん、で、俺、うん、M1 の時も来たよ、親から。来た、あ、来た来た、来たっていうか、あれやろ、太田が昨日あ、そうそうそう、なんかツイート載っけてたよな。ツイッターでさ、親から LINE 来たみたいな。リュウジ、M1 でもキスネテしたの禁じ手なのになんでする。あれがなければ3回戦突破できたのに。M1 のルール見た。もうキスネタドン引きされてるからやめた方がいいんじゃない。何か違ったネタ考えた方がいいよ。めっちゃ嫌がられてんな。そう、それさ、そういうメール来ましたみたいなさ、ツイッター上げたやん。上げた。なんかそれをうちの母ちゃんが見たらしいよ、太田のツイッターを。でそれツイッター見た。見て、俺になんか俺にも LINE 送ってきて、お疲れ様、太田くんのツイッターにお母さんからのメールが載ってました、うん、キスネタのこと、ああ、お父さんもお母さんも同じこと話してますよ。芸人受けするかもしれないけど一般受けはどうかなって。漫才とコントは違うかもしれないけど M1 甲子園の時の犬のネタはスピード感とストーリーの意外性があって面白かったね。安子おばちゃんが いらんこと言わん方がいい、トールちゃんたちの個性やからって言ってたからずっと黙ってたけどね。くそ、もう悔しい。認めさせてよな。認めさせてよな。くそ、悔しい。なんかこうね、もちろん俺らのこと思って言ってくれてんやけどな。そうやけど、うん、なんかこうネチネチな。くそ、いや見返さないかんよこれは。でもさ、そのツイッターにこの上げた時にさ、うん、まあ、結構反応あって、面白いとか、いやそんなことないですよみたいな。お母さんのメールが面白い。あ、そうそうそう、うん、ツイッター上げたらリプライとかで、うん、いややり取り面白いですとか、さすがお母さんとか、いやそんなことない、犬は犬の面白さでいいんですよみたいな来るけど、あ、いろんなリプが飛び交ってくるんや。やっぱその中でも、うん、私も思いましたとか、うん、本当にキスネタやめた方がいいですよみたいなのも来んのよ。あ、やっぱでも それもちゃんと意見として、いやいや、まあまあ、ね、受け止めないかんのかなっていう。いかんけど、であと思うんがさ、別に俺らそんなにキスネタでやってるわけじゃないからね。そう、たま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 ね来た。キングオブコントの決勝ネタがキスするネタやっただけでさ、ね、本当日頃からずっとキスやってるやつらみたいな。それもちょっと恥ずかしいよね。腹立つわ、悔しいわ。そう、認めさせんと、腹立つっていうかさ、いやまあね、恥ずかしくらい、なんか常にキスしてるやつらみたいになって。認めさせんとな、周りを、親も含めて。M1 でキスしたのもさ、その、うん、なんか正直さ、ちょっとキングオブコントでキスのネタがちょっと話題になってるからさ、うんうん、それでなんか M1 もちょっと入れた方がいいんかなと思って、うん、で周りの芸人とかにも話して、いや絶対入れた方がいいよみたいな。だからその流れとかノリとかもある、うん、あってのキスやったのにね。そう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 、でも実際この
実今なんだろう、芸人周りの芸人がさ、うん、その今絶対キス求められてるから絶対入れろみたいな言って、いや確かにそうか、これも戦略の一つかって言って無理やり漫才にさキスぶち込んだよ、うん、でもそんな受けないいやそうだね、あれ恥ずかしいよね、受けてたらまだ言えたけど、ちょっと滑ってたもんな、なんか求められてると思ってやったらそんなに求められてないっていうね、恥ずかしいよ、うん、本当に、うん、ちゃんとしたネタ作っていこう、あ本当に、うん、あ、バス来た、もう来た来た来た、ちょっと待って、バスの中でネタするか、もういいって、やる気あんのかお前、ある、あるある